こんにちは、みずきです。今回はメイベリンのラッキーバッグを開封していきたいと思います。はい、ということでラッキーバッグなんですけど、本当はキャンメイクとかセザンヌのラッキーバッグが欲しかったんですけど、ちょっと発売日に買いに行けなかったので、エクセルかメイベリンかレブロンで迷ってメイベリンを買ってきました。それがこちらです。4つのコスメが入った2000円のラッキーバッグです。で、普通に買うと4400円分のコスメが入ってます。半額以上お得なラッキーバッグです。で、これ入ってるものがもともと分かるタイプのラッキーバッグなので、これにしたんですけど、マスカラ、アイライナー、ネイルカラー、チークカラー&フェイスパウダーが入ってます。では開けていきたいと思います。まず1つ目はボリュームエクスプレスマグナムバービー01ブラックです。これね、よく見るマスカラだと思うんですけど、バービーとのコラボ商品なのかな。はい、こんな感じのブラシになっていて、これ結構ね、ボリュームが出る感じのマスカラなので、しっかりめのメイクの時にかなり使えます。これはね、普通に嬉しいです。ちょっとね、繊維も入っていて長さも出そうな感じです。またメイク動画の時に使います。そして2つ目はエバーシャープライナー BR1 番ブラウン。これはウォータープルーフタイプのアイライナーですね。はい、こういう感じで、こうやって開けるタイプのライナーです。で、ペンシルアイライナーなんですけど、結構細めで、めっちゃ描きやすいです。結構滑らかに描ける感じです。うん、これはすごい使いやすそうです。で、ウォータープルーフタイプなので、まあ結構ね、こすっても取れづらいかなと思います。うん、かなり描きやすいです。史上初シャープナー内蔵型ペンシルアイライナーということで、この先の細いところが常にこの細さらしいです。こんな感じで結構しっかりめに描いて、ちょっと丸くなってもキャップを閉めてまた開けてみると、はい、元に戻ってます。これ一回一回使って閉めてまた使う時にはこういう風にね、戻ってるので、自分で削る必要がないペンシルなので、これはかなり使えます。ちょっとこれブラックも欲しいかも。結構濃いめに描いたところもそんなににじまないので、うん、これは当たりです。そして3つ目はフェイスステュディオ V フェイスブラッシュ PK1 番です。これはチークとちょっとハイライトとシェーディングが入ってるフェイスパウダーです。これね、私お店とかでよく見てました。こんな感じにカットされたブラシが入っていて、カラーはこんな感じ。ここがチークで、ここがハイライトで、ここがシェーディングです。取ってみたけど、ちょっとブラシは固めです。ちょっとブラシは微妙かも。チークを入れるにはちょっとこのブラシは硬すぎるかもしれないです。まあ、シェーディング用のブラシとしてはいいかもしれないんですけど、チークだとちょっとね、固まって入ってしまうので、シェーディング用として使うかな。まあ、ハイライトはこのブラシでもいいかもしれないんですけど、うん、ちょっと私には硬すぎるかなと思いました。そして4つ目はカラーショーネイル230番のレッドです。私こういうメイベリンとか化粧品メーカーのポリッシュは買ったことなかったので、普通に嬉しいです。で、カラーもね、今の時期にちょうどいいカラーで可愛いです。こんな感じでちょっと筆もね、長めなので普通に塗りやすいかなと思います。じゃあちょっと小指に塗っていきます。一度塗りだとこんな感じなんですけど、結構ね、一度塗りでもカラーがすごい発色します。はい、二度塗りしていきました。結構綺麗なカラーです。で、ブラシもね、塗りやすかったです。で、ただの赤じゃなくてちょっと深みのある赤です。明るい感じの赤じゃないので、すごい可愛いです。はい、という感じで今回はメイベリンのラッキーバッグを開封していきました。ラッキーバッグの中身はこの4つだったんですけど、なかなかいいんじゃないかなと思います。本当に使いにくいアイテムとかカラーが入ってないので、これはね、本当に買ってよかったなと思います。このラッキーバッグ見つけた方、ぜひ買ってみてください。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。では。